どうもでーす。今日は楽天市場のアメ横大津屋さんでスパイスをちょっと見てみようかなと思ってまーす。これが大津屋さんのページになりまーす。いつもスパイスとか、お豆さんとかをネットで買ってまーす。スパイスのカテゴリーを開くと、こんなようにいろいろと出てきますね。今回はハバネロパウダーがなくなっちゃったんで、それとちょっとスパイスを見てきたいと思います。ホールスパイスのカロンジというものをちょっと見ていこうかなって思ってます。これがカロンジというスパイスになります。写真のアップを見てみると、ちょっと小ぶりな感じで、普段使ってるクミンシードとは形も違う感じがします。カレーのホールスパイスにも使うけど、トルコの方だったかな、アチマっていうパンがあるんだけど、それのトッピングに使ったりもしてますね。自分はダルスープとか、あと、なんだっけ、ジャガイモのアチャール、それを作るときに使ってみたいなと思ってます。次は、自分がいつもリピートして買っているハバネロパウダー。それを見ていきたいと思ってます。辛さの中にも旨味があるんで、自分は一番気に入ってます。次は、今回は買わないんだけど、いつも使っているミックススパイスのちょっと紹介です。ナイル商会さんのインディラカレーのスパイスミックスです。カレーを作り出してから自分でいろいろと粉の方のスパイスも揃えたこともあるんだけど、結局使うものによってこう減ったりとかなかなか減らなかったりとかするんで、何かいいものないかなと思って探してたら見つけたのがこのインディラカレースパイスです。今見てたスタンダードっていうのは、中辛ぐらいです。次は、インディラカレーの C-1091 という種類で、辛いのが苦手な人や、子供用にもなります。次は、チリパウダー。こちらを見ていきたいと思います。こちらも、チリビーンズとか、あと、タコスミート、そういうのを作るときによく使ってます。一昨年ぐらいだったかな、ガンボスープ、それを作るのに買ったら美味しかったんで、またいろいろ使い用途があるんで、今回は買おうかなと思ってます。たまに、カレーだけじゃなくって、こういう、南米的なものも食べたくなるんで助かってます。袋詰めのスパイスは種類にもよるかもしれないけど、4袋までだったら送料がメール便で届くんで200円で済むんで、それに合わせて調整していつも購入してます。この大津屋さんのいいところは、商品の説明欄のところにいろいろなこうスパイスの使い方とかそういうのも書いてあって、すごく参考になってますね。下の方を読んでいると、チリパウダーミックスの調合も書いてあって面白いなと思いました。で、今回購入したものは、チリパウダーミックス 100g と、それから、パプリカパウダーと、
カロンジ各 100g ずつとハバネロパウダー 30g になりました。不便な地域なんでとても助かってます。